ゆったりシティーズ2の2回目をやっていこうと思います。前回の動画では、ゴミ収集の話ばかりしてたような気がしますが、まず今使ってるこのマップですけども、このサンフランシスコというマップになってます。で、このマップで、オプションとしては、左側通行で、自然災害はなし、それから、全てアンロック、資金無制限、マップタイルのアンロックというのは、チェックなしでやっています。で、もう一つ、この需要に関してちょっと、間違ったことを、言ったかもしれないということを、前回の動画概要欄に書きましたが、商業区画や、産業区画というのは、需要があるからといってやみくもに作らない方がいいという話をしました。で、そこで言いたかったのは、働く人がいないのに商業区画や産業区画を、需要に任せてどんどん作っていくと、従業員が足りませんという状態に陥りますよということが言いたかっただけです。で、住宅区画をどんどん作る分にはそういったことはないんですが、例えばここの旧タイル全てを住宅区画にした場合、何が起こるのかというと、おそらく、やったことないので分かりませんが、何らかの問題が起きるんではないか。例えばゴミの収集が、大変になるとか、あるいはそこら中で火事が起きるとかですね、そういったことが起きるかもしれません。ただ、それを、この今回のゲームの中で試す予定はありません。なので需要に関しては、住宅の区画と、バランスを取る形で、作る必要がある。で、その従業員が足りませんというアイコンが、たくさん出てしまったということで、多少トラウマになっているようなところもあります。なので、商業と産業に関しては多少少なめにするようにしています。
して、まあ、現在の町の状況ですけども、まあ、このところどころに、この電源マーク、この電源のマークが出てると思いますが、これは、この道路整備車庫、この道路整備車庫というのを、この旧タイルごとに一箇所ずつ置くようにしていました。で、まあ、それはなぜかというと、この道路整備状況を改善すると、まあ、こういった交通事故が少なくなると。道路整備車が、滞在する拠点で、道具や車両も同じ場所に置かれている。で、道路整備には路面補修、除雪や交通事故後の清掃作業などが含まれる。で、道路整備状況というのは、この、道路をクリックすると、まあ、表示されるわけですが、この道路整備車庫というのを、停止する前は、まあ、ほぼ全ての道路が、緑色になっていました。まあ、要するに整備済みということなんだろうと思いますが、まあ、ただ、この道路がすべて緑色に、なっても事故が、交通事故が減ることはなく、逆に増えたんではないかと思われたので、まあ、これを一時的に今無効にしています。で、無効にした途端、まあ、例えば、今この旧タイルの中では交通事故のアイコンは出ていません。ここは一箇所出ています。ここはありません。ここは一箇所あります。ここも一箇所あります。まあ、一箇所ずつありますが、まあ、これを停止する前はもっと、頻繁にこのアイコンが出てました。まあ、なので、これのこの道路整備の効果というのは、まあ、ちょっと疑わしいと思い始めています。で、まあ、これを有効にすると、整備車両、道路整備車両が、まあ、たくさんこう街中に出ていきます。で、その走る様子を見ていると、まあ、こういった、道路を多分走りながら整備していくんだと思いますが、頻繁に止まったり車線をコロコロ変えたりという走り方をするので、まあ、逆に
事故が起きやすいのではないかと。ということで、今はこのサービスは一時的に止めています。で、止めたことによってなんとなく事故が減ったような気がしています。で、このまま、事故が減った状態が続くのであれば、これはもしかしたら、削除するかもしれません。まだ今は様子を見ている段階です。で、試しに走らせてみればどういうその道路整備車両というのがどういう走り方をするのかというのが分かるので、これを、有効にしてみます。そうすると、また車両がここから出てくると思います。で、この先頭の車両を、ちょっと追いかけてみようと思います。で、今ここでスピードを緩めました。で、ここが綺麗な緑色に変わったと思います。で、こういうふうに、頻繁に、路上で停止をしながら、おそらく整備をしているんだということなんだと思いますが、こんな走り方をしていると、当然周りの車は非常に、迷惑というかイライラすると思います。で、こういう走り方をする車がいるとかえって事故が増えるんではないか、道路整備状況は改善されるんだと思いますが、この車の動きが、事故を誘発するのではないかと思いました。なので、これはしばらくこの道路整備は停止して、様子を見たいと思います。で、停止するとしばらくすると全ての、整備車両はここに戻ってきます。で、次に、この交通量ですけども他の方の動画を見ているとたまに、交通量は80%でかつ渋滞しない状態が望ましいと、そういうふうに言ってる方がいるようです。で、おそらく今はそういう状態ではないかと思われます。ここの中では今渋滞のアイコンは出ていません。で、このグラフはこの、この都市全体の、交通量なので、
まあ、ここだけを見ても、状況はわからないかもわかりませんが、交通量に関しては、こういう状況ですと。渋滞のアイコンは、まあどこにも出ていないように見えます。で次、電気ですけども、電気は前回もう少し話をしましたが、発電所はまだ一つもありません。すべて外部の送電線に、この球体ごとに変電所を置いて、それで、電気を使っています。で、この外部から電源を、要するにこの電力取引のところに、その外部から、買ってる、要するに輸入してる電力量がここに表示されています。で今は203MWになっています。で、送電線の容量というのは、これで見てもらうと分かるんですが、送電線容量で 400MW かっこ高電圧と書いてあります。なので、一応 400MW までは、発電所を建てなくても使うことができるということなんですが、それよりも発電所を建てた方が、安くなるんだと。この電気は今こういうこれだけの金額になっていますが、この金額というのは発電所を建てれば、かなり減る。でさらに、もしかしたら、外に、外部に電力を輸出できるので、さらにこの収支が良くなるんではないかと、そういう方もおられるようです。で一応今はまだ、その400MWの半分くらいしか使っていませんが、そろそろ、資金もたくさんあるので、原発を建てても良いかなとは思っています。ただ、こういった町の作り方で、例えばこういう水辺でないところに原発を建てると、おそらく原発に対する水の供給がかなり難しくなるのではないかと思われます。なので原発を建てるのであれば、この水辺のところに置く必要がある。でさらに、原発専用の、ゴミ処理施設を建てる必要もある。
まあ、それは今後の、動画でやることになると思います。それから、水に関してですが、水に関しては、まあ、やはりこの球体ごとに、まあ、ここで言うと、ここに用水所と、下水処理所を置いている、まあ、ちょっと球体の外になっていますが、まあ、ここに置いています。でこの球体の中に実はこういった池があるじゃないかと思われるかもしれませんが、まあ、こういったところで、まあ、ここに浄水施設と、下水の施設を置くと問題が発生します。でその問題というのはどういう問題かというと、ここで起きているんですが、実はここは、まあ、完全な池ではないんですが、ここに、浄水の施設と下水の施設があります。で実はここにもあります。でこれは何かというと、こちらの球体の、浄水の施設、この球体の中に、まあ、池とかは何もないので、まあ、水辺に面していない、で池もないところなので、ここから水を取水しています。でここに、下水も一緒に置いていたんですが、その関係で、まあ、ここら辺の低いところが、浸水してしまっています。ここは、鉱工業の、産業特区なんですが、もともとはこういうふうに、エリアが切られていますが、まあ、これで見てもらうと分かりますが、こう、もともとはここまで、もともとはこの辺りまで、エリアが切ってありました。ところが、ここの水が増水をして、でここまで浸水してしまっている。で、これがなぜ起きたかというと、まあ、さっき言ったようにここに、浄水の施設と下水の施設がある。でこの下水の施設は、ここと同じように、この海の方に、移設した方がいい、まあ、ここにあるんですけども、この下水施設は、
ここの旧タイルの下水の施設になっています。で、注意しないといけないのはこの、浄水の施設は、ゴミの収集が必要になるということです。なので、道路とつながっている必要があります。で、道路がつながっていないところに、まあ、これを置く。この一部だけ道路を引いてこれを置くと、ゴミの収集がここに来なくなってしまって、ここの、ここの効率が、下がるということになります。で、まあ、なので、一番いいのは、浄水の施設もこっちへ持ってきてしまった方がいいんだろうと思います。で、さらにここに関しても下水の施設だけは、この海の方に持ってきた方がいいと。で、こういう池のようになっているところ、まあ、実際はこれ海につながってはいるんですけども、こういったところでこういうところに下水の施設を置くと、ここが増水します。この浄水施設で水を取ってもこの水は減りませんが、下水の施設を作ってここに水を流すとこの水が増水してしまいます。要するに通常よりも水が増えるということです。普通に考えると、浄水と下水があれば、こちらで水を取ってこちらで出しているのでプラマイゼロになるんじゃないかとも思われるかもしれませんが、そうではない、そこがこのシティーズスカイラインズ2の、この水の難しいところだと思っています。まあ、この下水の方に関しては、道路に面していないところでもいいので、これは、まあ、ここら辺に移設したいなと思います。まあ、これと同じようにですね。そうしないとここの、浸水の問題は解決しません。まあ、それ以外のところは特に問題は出ていません。それから、まあ、こういった水源もあるようなんですが、水源から取水はしていません。まあ、水源に関しては、この地下水資源ツールというのがあるので、まあ、地下水が枯渇するということはないのかもしれません。ただ、まあ、今のところは、この地下水から取水をするということは、やっていません。まあ、次のゲームではそこら辺はちょっと検討したいなと思っています。まあ、そうしないと、この浸水の問題と、
この浄水の施設のゴミ問題というのは、解決しないと思われます。それから、病院というか、救急車と霊柩車の関係ですね。で、救急車と霊柩車は、この特区を指定することで、この球体路の外には出ないようになっています。で、こういった診療所や、墓地がここにありますが、どちらも、稼働を指定しています。で、これを指定しないと、この球体路、この墓地はこの球体路の中の、遺体回収をやろうとしているので、この稼働特区を指定しないとこの球体路の外に出てってしまいます。で、球体路の外に出るだけならいいですが、高速道路を通って、外部に出ていくこともあります。で、要するにこの球体路の外に出てってなかなか帰ってこなくなってしまうと。で、救急車とか霊柩車が、必要に応じていくらでも出動してくれるのであれば、それでもいいんですが、なかなか、この例えば霊柩車であれば15台まで OK ですというふうに見えますが、実際15台フルに出ることはほぼありません。で、もう一つ気をつけなきゃいけないのは、ここには遺体のマークというのは今出てないんですが、霊柩車待ちのマークは、出ていませんが、霊柩車を待っているのは、霊柩車のマークが出ているところだけではないということです。で、それは救急車も同じです。救急車や霊柩車のマークが出ているのは、呼んだにもかかわらず、なかなか来ない場合にそのアイコンが出ると。なので、そのアイコンが出ていないところにも実は、患者や、救急車や霊柩車を待っているところがあるということです。なので、例えば救急車を待っているアイコンが全く出ていなくても救急車は走っていることがあります。ここは今救急車待ちのアイコンは全く出ていませんが、それでもこの辺り救急車がいっぱい出ています。なので、繰り返しになりますが、
救急車待ちや霊柩車待ちのアイコンが出ていないから、まあ要するに救急患者や、その遺体が全く発生していないかというとそうではないと。で、そのことはゴミに関しても同じです。で、おそらく今はゴミアイコンというのは全く出ていないと思います。まあ、ほとんどの、建物が緑色になっていると思います。ここだけが今黄色くなっています。これは浄水施設です。で、この浄水施設にゴミアイコンが出ると、まあ、以前見た時には、15トンぐらいのゴミが、回収されました。で、この、ゴミ収集車は、1台あたり20トンゴミの収集をしますので、まあ1回で、このゴミ収集車が満タンになってしまうぐらい、この小さな浄水施設で、それだけのゴミが溜まってしまうということです。で、今これ、黄色くなっているので、もしかするともうすぐゴミのアイコンが表示されてしまうかもしれません。一応道路はつながっているんですが、ここに取りに来ようとしているゴミ収集車は今いないかもしれません。これは多分違うと思います。まあ、なので、ゴミアイコンは出ていませんが、ゴミ収集車は、常にゴミを収集して回っています。で、まあ、常に収集しているので、まあ、この辺の建物は全て緑色に保たれている。で、まあ、残念ながらここ一箇所だけは黄色くなっている。ただ、まだ効率が下がるほどにはなっていないというだけです。これが、赤色に変わると、効率が下がります。まあ、他は、問題は出ていないと思います。まあ、問題は出ていませんが、ゴミの収集車はたくさん走っています。この旧タイルには、この埋め立て施設とリサイクルセンターがあります。
で、まあ前回言ったこととはちょっと合わない気がしますが、この埋め立て施設は、20台中5台、まあ1台はダンプカーなんですが、20台中、4台の、今3台に変わりましたが、3台の収集車が出ている。リサイクルセンターの方は、15台中10台、9台ですね、出ている。これを見ると、リサイクルセンターの方が、たくさんゴミの収集車を出してるじゃないかと、まあ、言われるかもしれません。要するに前回言ったこととは矛盾していないかということなんですが、ここの旧タイルは、このゴミ、この埋め立て施設から、まあ、13台ですかね。で、リサイクルセンターの方から、5台出ています。まあ、どっちが多いかというのは、その時の状況によって変わるんじゃないかと思われます。で、まあ、重要なことは、まあ埋め立て施設でもリサイクルセンターでもいいんですが、例えば、この旧タイル、この旧タイルの中を、この2つの施設でゴミ収集をしたいのであれば、この旧タイルの外にゴミ収集車を出さないようにしないといけません。可動トックを、この旧タイルの中だけにしないと、まあ糸が切れたタコのように、よそへ出てってなかなか帰ってこないということになります。火災に関しては、まあ、家が火災で倒壊しましたというアイコンが、全く出ていませんが、これは火災で燃え尽きた家が自動的に削除されるモッドを入れてあるので、まあそういったアイコンは今のところ出ていません。まあ要するに火事を消防車が消し止めているか、まあ燃え尽きた場合は自動的に立て替わっていると、まあ、そういう状態に今はなっています。
で、災害対策に関しては今何もしていません。なので、まあ、全て、真っ赤、道路が真っ赤になっています。で、災害、自然災害が起きないようにオプションを指定しているので、災害対策は特に何も置いていません。あと警察は旧タイルごとに1箇所ずつ、この小さな警察署というのを置いています。まあ、これも稼働特区を指定しているので、まあ、犯罪のアイコンが、出たままになっているところは、まあ、ほとんどないと思います。あと学校に関してはまだそんなに置いていません。まあ、ここで言うと、小さい小学校が、1箇所あるだけです。で、高校と大学を置いているところもあります。ここはここの旧タイルは高校があります。それからここに大学があります。で、その関係で、まあ、この石油化学製品というのを、これの輸出が結構目立っていたんですが、一時的にこれがゼロになったこともありました。今はまた少し増えてしまっています。で、あと、交通に関しては地下鉄だけ、この旧タイルごとに1箇所ずつ駅を置いています。まあ、乗客は結構多いと思いますが、ここの駅は、1000人以上います。で、この駅がどうなってるかを、まあ、この状態でも大体わかると思いますが、人がすごい、ホームに人がたくさんいます。で、この駅に、まあ、この駅を出入りする人もかなり多くなっています。で、まあ、交通に関しては地下鉄のみで、それ以外は、ありません。まあ、タクシーは当然走っています。
この町の状況を、まあ、全てではありませんが、まあ、この上の方を中心に、一通り話をしました。で、今一番、新しく作った区画はここになります。で、この区画は、まあ、高速道路をここから引っ張って、この中を通しています。で、この高速道路は、今ここで U ターンしています。まあ、なのでここの次はここに作るつもりですが、まあ上下水に関しては少し工夫をしないといけない。まあ、ここは水源も、ないようなんですが、まあ、この、水源はここにあります。なのでこの地下水を利用する、浄水に関しては、この地下水を使う。で、下水に関しては、まあ、こちらの方に、こちらの方に下水処理施設を作ってもいいかなと思っています。今回は、現在の町の状態を一通りというか、まあ、この上の方を、中心に説明をしました。で、今道路整備は全て停止している状態です。で、まあ、見た感じ明らかに交通事故が減ったように見えています。まあ、ゼロではありませんが、明らかに減っています。まあ、このままもう少し停止しておいて様子を見たいと思います。まったりシティーズ2の、ゆったりシティーズ2の2回目は、ここまでにしたいと思います。